どうも、関西で活動してございます劇団の中堅を所属の大久保でございます。我々中堅はですね、こちら劇団の代表作と、まあ、言ってるスクエアエリアという作品ですね、4月の6、7、8、9、10と、東京の王子小劇場で上演いたします。こちら4面舞台となっておりまして、4面舞台でですね、王子小劇場の中央にポンと四角を作って、その中に閉じ込められた人々の脱出劇を、します。上演時間90分となっております。チケットがまだございます。検索していただければ、いろんなサイトが出てきますので、そのうちのどれかにアクセスして見てください。これを受け付けております。本当です。黒田祐樹さん、なんと今回黒田祐樹さんが日替わりゲストに出てくださる回もございますので、アフターイベントも盛りだくさんでやっておりますし、劇団の人もかなりおすすめ勝負のポイントになってますので、よかったら、ぜひ足を運んでください。4月も忙しい時期だと思いますが、以上でお待ちしております。ぜひ